フローラン・アモディオは、ブラジル出身、フランスの元フィギュアスケート選手。2010年、バンクーバーオリンピック。2014年、ソチオリンピックフランス代表。2011年、欧州選手権優勝。1990年、ブラジルのセアラー州、ソブラル生まれ。幼少時に、養子縁組で、フランスに渡り、バルドアーズ兼、フレマンビルで育つ。4歳でスケートを始めた。 成長期の骨端症で12歳から1年半のブランクがある。2008から2009シーズンのジュニアグランプリファイナルで優勝し頭角を表す。2009年世界フィギュアスケート国別対抗戦において初めてシニアの大会に派遣された。2009から2010シーズンフランス選手権でヤニック・ポンセロとアルバン・プレオベールを抑え初優勝。 バンクーバーオリンピックの出場権を獲得し、オリンピックでは12位となった。2010から2011シーズンのグランプリシリーズ初戦の NHK 杯では3位となり、シニアのグランプリシリーズで初の表彰台に上った。続くエリック・ボンパール杯では2位、ISU グランプリファイナルに初の出場資格を得た。初出場の欧州選手権では SP で1位、FS では3位となり、 総合1位。男子シングルで初出場の選手が欧州選手権を制したのは1995年のイリア・クーリック以来のことである。2年連続の出場となった世界選手権では SP で5位となり最終グループ入りを果たした。FS では歌詞入りの音楽を使用したがジャッジの多数決により減点されることはなかった。インタビューでは歌詞入りの音楽を使用した理由を すべての日本人へのささやかなプレゼントだと語っている。結果は7位だった。2011から2012シーズン、スケートアメリカで10人中9位と惨敗。エリック・ボン・パールハイでも6位と低迷したのを受けて、SP、FS ともに改変して臨んだ。フランス選手権では、準優勝したものの演技中に背中を故障。欧州選手権では、銅メダルを獲得した。 世界選手権では5位だった。国別対抗戦にも派遣され、個人では4位となった。このシーズンオフに、プログラムリブレという大の短編ドラマ映画に出演した。2012から2013シーズン、GPS では、スケートカナダでは4位。エリック・ボン・パールハイでは3位。ブライアン・ジュベールが欠場したフランス選手権で優勝。欧州選手権では銀メダル。期待を受け臨んだ。 世界選手権では SP でジャンプのミスと最後のスピンで点灯し10位に、FS では15位と交代し、トータル12位に終わった。6月に様々な行き違いの蓄積により、ニコライ・モロゾフとの指定関係を解消した。2013から2014シーズン、7月に練習拠点をフランスに戻し、ブライアン・ジュベールのコーチでもある家庭やクリエに指導を受け始める。 さらにアレクセイ・ヤグディン、ステファン・ランビエールにも一時的に指導を受けた。9月には、シャネッタ・ホーレーを新たにコーチに迎えた。世界選手権は、準備不足のために欠場を発表した。シーズン終了後、ベルナール・グラッサーにコーチを戻し、ファビアン・ブルザとも仕事を行う。2014から2015シーズン、エリック・ボン・パールハイの後に、グラッサーの勧めもあり、コーチを クロードペリテベナールに変更した。2015から2016シーズン、11月に欧州選手権を最後に現役を引退することを発表。コーチをニコライ・モロゾフに戻した。欧州選手権では SP8 位。FS では予定していたジャンプをすべて折り2位で、総合4位に順位を上げた。コーチのモロゾフと涙を流しながら抱き合い、キスクライでは4カ国語で世界のファンへの メッセージを送った。ゴールデンスケートハット http コロンスラッシュスラッシュ www.imtb.com スラッシュタイトルスラッシュ tt2675216 ありがとうございます。